エイブラハム・アルモンテは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトリョーダ、MLB のアトランタブレーブス所属。2005年にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。トリプル A 級タコマ・レイニアーズ時代2013年2月13日、ショーン・ケリーとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。8月30日に、 メジャー昇格を果たし、同日のヒューストンアストロズ戦で、メジャーデビュー。8番、右翼手でスタメン起用され、5打数1アンダー1盗塁だった。2014年2月25日に、マリラーズと1年契約に合意した。サンディエゴパドレス時代2014年7月31日に、クリス・デノーフィアとのトレードで、スティーブン・コール・ショーンと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。背番号は16。 移籍後は32試合に出場して打率、265、2本塁打、7打点、1盗塁という成績を残した。守備は16試合で、左翼手、15試合で、中堅守を守り、トータルの DRS はプラス4を記録した。なお、マリナーズとの合算成績は、59試合の出場で、打率、230.3本塁打、15打点、 4盗塁という成績だった。2015年31試合に出場したが打率204.0本塁だと打撃不振だった。守備では外野の全ポジションを守り無失策 DRS プラス1にまとめた。2015年7月31日にマークゼプチンスキーとのトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。インディアンス加入後は バッティングの調子を取り戻し、51試合の出場で、打率、264.5本塁が、20打点、6盗塁という、まずまずの成績を記録した。守備面では引き続き安定感を発揮し、50試合で中堅を守って、無失策 DR、DRS プラス1だった。2チームでの通算成績は、82試合でプレーして、打率、250.5本塁だ。 24打点、7盗塁という内容だった。2016年2月26日、禁止薬物の能力向上薬であるボルデノンの陽性反応が出たため80試合の出場停止処分を受けた。7月以降、試合に出場し、最終的に67試合に出場。打撃面では打率、264、1本塁打、22打点、8盗塁という成績を残し、 本イ打は減ったが、スピードの才能を見せた。守備は、右翼の36試合が最多で、1失策、守備率、979、DRS プラス6という好成績を記録した。ついで34試合で左翼を守り、こちらは1失策、守備率、970、DRS0 だった。中堅は2試合で守っただけだった。 2018年3月29日にディーフとなった。2018年4月2日にウェーバー工事を経てカンザスシティロイヤルズへ移籍した。7月16日にディーフとなり、18日に自由契約となった。2018年11月6日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2019年は開幕から参加のトリプル A 級里の A シズでプレーし、 91試合に出場して打率。270、17本類五59打点12、盗塁を記録した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日にマイナー契約でトリプル A 級リノへ配属され、11月4日に FA となった。二千十九年十二月十日にパドレスとマイナー契約を結び、 2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。10月6日にディーフとなり9日に自由契約となった。2020年10月30日にアトランタブレーブスと契約した。2021年3月26日に40人枠から外れて、 マイナー契約となり、代替トレーニングサイトに割り当てられた。シーズン開幕後、5月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。